はい、どうもご視聴ありがとうございます。ルギボスです。今日もねポケットモンスターソードシールドをやっていきたいと思います。はい、ということで、今回はね過去作で育てたポケモンをソードシールドに持ってきて、使えるようにする方法っていうのをね、紹介したいと思います。いよいよね、剣盾、鎧のこと発売されて、ランクマッチ、7月からね始まりましたけど、過去作でのね、ポケモンも増えたんで、過去作から持ってきて、使おうかなと思っている方もいらっしゃるかと思います。ということで、紹介しておきたいなと思います。今回実験するのはですね、このギルガルドですね。ちなみにリスナーさんからいただいたものです。今回ここでちょっと出演させてもらおうかなと、はい、思ってます。ということで、このギルガルドなんですが、独特ですね。今回、今作で覚えない技なんですけどね、これで多分わかるかなと思うんですけど、これアローラ地方でね、アローラ地方で育てられた、ギルガルドですね。ちなみにこのアップデート入るまでは、アローラ地方とかで育てたポケモンっていうのは対戦ではね使えなかったんですよね。なので今回はねこれをね使えるようにしていきたいと思います。はい、ということで、このギルガルドを使うには、ここっすね、このバトルタワー、一応地図見せると、これバトルタワーここですね。ここ来ていただいて、ここのね入って、この上の奥にね追加されてます。ランクバトルに参加させたい他の地方のポケモンもいるかなということで聞かれますんで、これね、ギルガルド、これね、アローラ地方のギルガルド選んで、さあ、ギルガルドには全ての技を忘れてもらって、ランクバトルで使える技を覚えてもらうといいかな。はい、これはね、過去作では覚える技、例えばギルガルドだと先ほど毒毒を覚えてたんですけど、今作の剣盾では毒毒が覚えないんで、毒毒があると、ランクバトル使えないというか、毒毒って技使えないんで、ここで多分リセットするってことですね。覚えてもらっていいかなと。はい、と。はい、はい、はい、よ。で、覚えに出せなくなります。これしょうがないと。はい、と。いう感じでいきたいと思います。これで、ギルガルドがね、使えるようになるはずなんですが、ちょっと見てみましょうか。あ、これですね。なんかマークついてますね。はい、ということで、これ多分ね、これマークが、変なギザギザのマークね。ギザギザのなんか、これが多分バトルレギュレーションマークっていうもので、これをつけることによって、これも育成済み、もう努力値とかも振ってあるものなんですけども、これが、このポケモンが対戦で、使えるようになるという感じになります。ただし、技がね、毒とかね、覚えないっていうのもあって、今作で覚える技に、勝手に変わってます。見た感じね。毒毒なくなってます。毒毒リルガルド使いたいんですっつってリスナーさんにもらったんですけど、毒毒はなくなってます。ちなみにこれセーブしないんで安心してください。いただいた方ね。はい。ということで、こんな感じでね、使えるようになります。これがアローラ地方からになってるんですけど、そのまま使いますよと。はい、いう感じでございましたと。これ使えることになったんで、過去作でね、ポケモンバンクとか、ポケモンホームかな。でね、いろいろ、過去の、作品から、こっちにね、ポケモン持ってきて、そのちょっと技は変わるかもしれないですけど、そのまま、努力値とかね、そういうのは振ったままいけると。はい、いう感じになりますと。はい、いうことで、本日の動画はここまでです。もしよろしかったらね、いつもポケモン配信とかやってますんで、チャンネル登録、高評価、ぜひぜひよろしくお願いいたします。それじゃあまた次の動画で会いましょう。バイバーイ。